プリント基板に電子部品がどのように実装されるのか、それを今日皆さんと一緒に見学していきたいと思います。イシケンが今どこにいるかというと、静岡県三島市にあるプリント基板の実装メーカー勝立電機工業にやってきています。今日はこちらの工場でプリント基板にどのように部品が実装されているのか、その流れを追っていきます。実際ここにあるプリント基板にどのように部品が実装されているのか、それを簡単に説明します。まずこのプリント基板上にハンダを印刷します。その上に部品を乗せていって基板を加熱、そこでまず1回目のハンダ付けです。その後に足の生えている部品、これはディップ部品と言いますが、そのディップ部品をこちらの部品に挿します。その部品を挿すのは自動挿入機と呼ばれる機械も使えますし、もちろん手でやる場合もあります。その後基板に刺さったディップ部品をロボットでハンダ付け、もしくは手ハンダでハンダ付けします。なので最低でも1回はプリント基板にハンダ付けをするわけです。まずはじめに表面実装部品をプリント基板の上に乗せていきます。その工程の前にまず何をするかというと、こちらのプリント基板があるんですが、このプリント基板の上にソルダーペーストと呼ばれるハンダとフラックスを混ぜたものを印刷していきます。今ここにある機械がソルダーペーストを基板に印刷する機械です。ソルダーペーストはこちらにあります。これ蓋を開けていくと、ものすごく細かい粒子状のハンダとフラックスが混ざったような半分固体半分液体のようなソルダーペーストが中に入っています。どのようにしてこのソルダーペーストをプリント基板の方に印刷するのか、それはですね、こちらの方に置いてあるメタルマスクを使ってプリント基板に印刷します。まあ、位置関係でいうとプリント基板がここにあって、でその上からですね、このメタルマスクを置くと、そしてここにソルダーペーストを塗っていきます。こちらのメタルマスク、ステンシルとも呼びますが、表面をよく見てみるとここの部分に穴が開いています。ここの部分にソルダーペーストを塗り込んでいきます。そうすると穴の開いたところにソルダーペーストが入って、この銅箔の部分にハンダが印刷されます。ソルダーペーストを塗る箇所がチップ部品のハンダ付けをする箇所です。メタルマスクをソルダーペーストの印刷機にセットします。そしてその後ソルダーペーストをメタルマスクの上に盛ります。印刷機を動かすと、印刷機のスキージと呼ばれる部分がヘラのような役割をしてソルダーペーストを塗り込んでいきます。メタルマスクの穴の開いた部分にソルダーペーストが入り込んで、そしてプリント基板に付着します。基板は違うんですけど、手作業でやるとこんな感じです。プリント基板にソルダーペーストを印刷します。そしてこれが印刷し終わった後のプリント基板です。基板にソルダーペーストを塗り終わったら、次にこちらでソルダーペーストの外観検査をします。基板に塗られたソルダーペーストが適量かどうかをここで検査します。表面実装工程での重要なポイントになります。でここで合格が出たら次の工程に進みます。次はチップ部品をプリント基板の上に乗せていきます。このプリント基板の上にソルダーペーストが印刷されました。でそれをですね、この機械の横から中に通していきます。でこの機械は何をしているかというと、今ここにチップ部品がありますが、このチップ部品をプリント基板の上に乗せるマウンタです。ここにリールに巻かれた部品があります。このリールに巻かれた部品がチップマウンタの中に入っていきます。そのチップマウンタが部品をピックして、この基板の上に乗せると、また他の部品を掴んでこの上に乗せる、その作業をひたすら繰り返します。チップマウンタに吸い込まれていく部品ですが、このようにセットします。これがリールに巻いてある部品ですね。これがですね、まあ基板にマウントされていくと。でこちらがフィーダーです。このフィーダーにですね、部品が通って、そしてチップマウンターの先端部分がここから部品をピックアップしていくと。でこれはですね、こういう風に入れていきます。フィーダーをセットして、で中に入れると、でこれでフィーダーのセットが完了します。プリント基板をチップマウンターに入れると部品の実装が始まります。でこちらの中身を見てみると、チップマウンターの先端部分が目にも止まらぬ速さで部品を拾って、そしてプリント基板の上に部品を乗せていきます。これね、見てるとものすごく楽しいですよ。ババババババってマシンガンみたいに部品を実装していってます。プリント基板の上に乗せられた部品はソルダーペーストの粘り気のおかげで、この基板からはずれ落ちていきません。ここまで来たら次はチップ部品をハンダ付けします。ハンダ付けするといってもハンダゴテは使いません。
ではどうやって表面実装部品をはんだ付けするのか。それはこちらにあるリフローロを使います。こんな感じでチップマウンターから出てきた基板がリフローロの方へ向かいます。部品が実装されたプリント基板がこのリフローロの中に入っていきます。このリフローロの中は非常に高温になっていて、ハンダが溶ける温度になっています。このリフローロの中をゆっくりゆっくりと移動していって、そして最終的にこちらからプリント基板が出てきます。今こんな感じでリフローが終わったプリント基板が出てきました。こちらの炉の中から出てきたプリント基板はすでにハンダ付けが完了している状態です。こちらのリフローロの中は窒素で満たされています。ですのでハンダ付けする箇所が酸化せずに高品質なハンダ付けができます。リフローロから出てきてハンダ付けの終わった基板は冷まされて次の工程に行きます。でこちらが次の工程です。これは何をするかというと 3D の画像検査機です。こちらの装置で 3D の外観検査をしますが、部品がちゃんと位置にあるか、部品がずれていないか、そしてハンダが最適な形状でハンダ付けされているかをどうかをここで検査します。実際 3D で表示するとこんな感じです。このように 3D 検査機から検査が終わった基板が出てきます。そして検査を合格するとそのまま向こうに行って、で NG ですとこちらにまあストアされるんですね。ここまでの検査工程が終わって、ようやくチップ部品の表面実装工程はおしまいです。次の工程でも部品を実装していきます。先ほどの工程ではこの表面実装のチップ部品をこちらに実装していきました。ですけども部品は表面実装の部品だけではありません。足のついた部品もあります。例えばこういった部品ですね。こういった足のついた部品がありますが、こういった部品も基板に実装する必要があります。こちらのディップ部品をプリント基板のスルーホールに挿していきます。どうやって挿すかなんですけども、こちらの自動挿入機を使います。例えばコネクターの場合、トレイの上に乗せられたコネクターを自動挿入機が掴んでプリント基板のところまで持っていきます。そしてプリント基板に挿します。そしてこの後足の生えた部品をハンダ付けしていきます。回路をすべて表面実装部品だけで作れればこの工程はいらないのですが、実際そういうわけにもいきませんので、こちらのフロー工程も実施します。まずディップ部品をプリント基板のスルーホールに挿します。これは部品の自動挿入機を使って挿していきます。部品を挿し終わったらハンダ付けしていくわけですが、ディップ部品のハンダ付けをするにはフローハンダを使います。で今ですね、一見の後ろにあるこちらの大きい機械、こちらはフローロと言います。でこの中にハンダ層があります。そのハンダ層の中に溶けたハンダがあります。ここを通すことでディップ部品のハンダ付けをします。ただし下準備があります。ディップ部品の足が出ているところだけをハンダ付けしたいわけです。なのでハンダ付けする箇所以外をマスキングテープで覆います。マスキング処理の後はフラックスを塗ります。チップ部品の時はソルダーペーストにフラックスが含まれていました。ですがこちらのハンダ層にはフラックスはありません。なので事前にフラックスを塗る必要があります。でフラックスをどうやって塗るか、こちらのスプレーフラクサーを使って基板の面に当たるようにフラックスを吹き付けます。スプレーフラクサーでフラックスを基板に吹き付けた後、こちらから出てきてフローロの方へ向かいます。そして基板をハンダ層の方に搬送しハンダ付けします。プリント基板がこちらのハンダ層を通ってきます。そうすることでこのプリント基板に挿したディップ部品がハンダ付けされます。前の工程のフローハンダは流れ作業的にハンダ付けができます。なので一気に大量の枚数のプリント基板をハンダ付けできます。ですけども実際のプリント基板は少量多品種の生産もかなりの需要があるわけです。フロー工程ですとパレットとかのジグが必要になりますので、その分イニシャルのコストが大きくなります。プリント基板の実装を依頼する側としては、少量多品種でそれをやろうとすると一気にコストが上がってしまうわけです。そういったことを考慮して少量多品種のプリント基板の実装では手ハンダ、もしくはこちらにあるハンダ付けロボットを使ってハンダ付けします。ちなみにこちらはインライン式のハンダ付け装置です。この装置にはハンダ層がないので、ランニングコストやメンテナンス費用を安くできます。プリント基板の生産者視点から見るとこれは非常にありがたいことです。今こちらインラインのハンダ付け装置に基板が入ってきました。この基板を最初ジグに固定します。
リップ部品が刺さった部品をこちらに入れると、このジグがですね、上から押さえつけます。そのジグをですね、もう一度横から押さえつけると、今度、このジグ自体を反転しても、リップ部品は落下しません。こんな感じですね。部品を押さえつける原理なんですけど、このおもちゃと一緒です。ここに手を入れると、こういうふうに手の形が出てきます。で、ここへですね、ピンを固定すると、こういうふうに反転してもですね、この部分の部品は落ちてきません。ですので、固定ができるわけです。その後、こちらのハンダ付けロボットの中に入っていきます。そして、リップ部品を上から、こういうふうに、ロボットのハンダごてがハンダ付けしていきます。ハンダ付けをするためにハンダ付けロボットを使っています。小手先の掃除はどうやってやるのか。人間が作業していると、小手先の掃除のクリーナーがありますのでできます。ですけど、ロボットの場合はそれが難しいです。このハンダ付けロボット、奥の方に何か白い穴がありますけども、そこにですね、汚れた小手先を入れます。そうすると空気圧で小手先を掃除してくれる、そういう風なクリーナーを使っています。ちなみにルドラと言いますが、サイクロン式の小手先クリーナーです。こんな感じで何回かハンダ付けをします。そうすると、当然小手先が汚れてくるわけですね。で、ちょっと待っててください。そうすると奥の方に行って、はい、今掃除しましたね。これで掃除完了です。つまり何をしているかというと、空気を小手先にものすごい勢いで吹きつけてゴミを飛ばしています。空気圧を使っているわけですけども、ハンダくずの吹き返し等がありませんので、この中でハンダ付けしている基板には何も影響はありません。このようにしてハンダ付けロボットを使ってプリント基板に部品をハンダ付けする方法もあります。ハンダ付けが終わったプリント基板は、このジグから取り外してここに持っていきます。ジグを取り外した状態ではプリント基板の下側についた部品は落ちていきません。なぜならもうハンダ付けされているからです。ハンダ付けされたプリント基板が流れてきます。今これですね、プリント基板が流れてきました。で、今ジグを取り外してここに流れてくると、はい、基板を吸着して上の方に運ん でまた別のレーンに直します。で、今ここピンが落ちましたね。これがジグが解除された状態です。ここでプリント基板をジグから取り外して次の装置に行きます。で、こちらが次の装置です。これは何かというと画像検査装置ですね。ハンダ付けロボットでハンダ付けされた箇所がきちんとハンダ付けされているか、ハンダの量が適切か、そういったことをここで検査しています。ちなみにこちら 3D のハンダ付けの検査装置なんですけども、ロボットハンダでハンダ付けしたとしてもうまいことハンダ付けできています。先ほどリップ部品をハンダ付けする場合、ロボットアームを使う場合と、あとは本当に手ハンダでやる場合があると話しましたが、実際に手ハンダでやってみます。手ハンダをする場合なんかは、このリップ部品を自動挿入機で使えない場合ですね、こういった、割と裸のままで来る部品であったり、ちょっと形の特殊な部品であったり、そういったものは自動挿入機は使えないので、手で実装してハンダ付けをする必要があります。こういうふうに手ハンダをしていくわけですけども、何回かハンダ付けをしていくと小手先が汚れてしまいます。で、ここですね、こういうふうにクリーニングする必要がある。なんだこれは。ちょっと待ってください。これは今までに見たことのないタイプの小手先クリーナーです。もう一度ですね、こういうふうにクリーニングしてみます。小手先がこんな感じで汚れてしまっているんですけども、これを入れると、はい、小手先綺麗になってます。この小手先クリーナーものすごくユニークで、この穴の部分に小手先を入れると今シューっていう音が聞こえたんですけど、これ何をしているかというと、中で空気圧を使って小手先についたゴミを落とします。こんな感じですね。もう一回いきます。こんな感じで刺すと空気圧でこの小手先をきれいにしてくれます。これは扇風陣という小手先クリーナーで、よくあるスポンジタイプのこういった小手先クリーナーありますね。これと何が違うのか、こういうふうにハンダ付けをしていて小手先が汚れた場合、スポンジタイプのクリーナーですと、このここまで持ってきて、そしてスポンジにこういうふうに 2,3 回こすりつける作業が発生します。で、他にもですね、例えばカナダワシタイプのクリーナーを使う場合、ここのクリーナーの前まで持ってきて、こういうふうに何回か刺す、もしくは小手先をこすりつけるという動作が発生します。
この扇風陣の何がいいかというと、この小手先のクリーニングの工数が減ることです。この穴に入れるだけでクリーニングが完了します。ですので工程が少なくなるので、ハンダ付け作業者の負担を軽減します。さらにいい点は小手先の消耗が少なくなることです。例えば金だらしありますけど、これ金属と金属同士が擦れ合っていますので、その擦れることで小手先が消耗します。ですけども、これ扇風時の場合空気で飛ばしますので、つまり小手先の消耗によるランニングコストを抑えられるわけです。他の種類のハンダゴテと他の種類の小手先でも同じことを試してみます。この製品について結構面白いので、また別の動画で取り上げます。今検査工程のところに来てます。一応検査工程なんで、マスクと帽子とあとの制服ですね。検査工程に入る時なんですけども、この腕に静電気のやつをつけます。でこちらの基板なんですけども、もうすでにハンダ付けのソルダーペーストを印刷するときであったり、あとは表面実装部品をハンダ付けした後、そしてリップ部品をハンダ付けした後、もう数回の検査を得ています。なのでここでする検査は目視での検査になります。まあ見るところはいろいろあるんですけども、例えばリップ部品のハンダ付けが正常にされているであったり、このスイッチの位置が正しいか、まあ、ラベルが貼ってあるとか、そういったことを確認します。そしてこの検査をパスした基板はこういうふうに梱包材にくるんでお客さんの元へ届けられます。というわけで今日はプリント基板への部品の実装工程を見てきました。まとめると以下の工程でプリント基板を組み立てます。ソルダーペーストを塗って表面実装部品をプリント基板の上に乗せた後にリフロールを通してハンダ付けします。表面実装部品だけではなくて、リップ部品、リードの足がついている部品がある場合、そちらについては自動挿入機で部品をスルーホールに通した後にハンダ付けロボット、もしくは手ハンダでハンダ付けをします。で、自動挿入機を使えないタイプの部品があった場合は手で部品を挿入して、その後手ハンダです。その後に検査工程、検査工程の前にも実際はいくつかの検査が入っていますけども、最終的な検査をここでやります。で、そして最後お客さんのところへ出荷です。ということで今日はプリント基板の実装工程について初めから順を追って解説してきました。ここまで映像付きで解説している映像は他にないかと思うので、皆さんぜひ参考にしてください。今回の動画で見学してきた松一電機工業ですけども、プリント基板の実装組み立て、ハンダ付けロボットの開発などもやっています。気になる事業者の方は概要欄の方にリンクありますので、ぜひ確認してみてください。で、今回の工場見学で見つけたこのハンダゴテの小手先クリーナーですね、扇風陣っていうんですけど、これちょっと面白いので持って帰ってきて、また別の動画でちょっと撮影してみたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。